私と西村さんはやっぱりすごく古いつながりで、なぜかアメリカつながりなんですよね、やっぱり。アメリカの YMCA キャンプの多分つながりが最初じゃないかなというふうに思っております。はい、ということで西村さん、バトンタッチをしまして、はい、時々、はい、チャチャを入れながらの、はい、プレゼンテーションでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。今日はね、なんか午前の部、この会議室のホストをしたりですね。ホストというか、まあ、裏方ですよね。やったり、午後はこれやったりということで、ちょっと、あたふたしておりますけれども、1時間ね、お付き合いください。で、まあ、ゆかこさんどうぞ、途中でもね、突っ込んでいただいて。はい、OK です。構いませんので、はい。で、画面共有で、ひとしさんすいません、はい、ホストを多分誰かに渡しといた方が安全です。あ、そう、はい。はい、はい、はい。どこだ参加者、ね、古瀬さん、どこにいる？あ、古瀬さん、いないかもしれない。いない、じゃあ。休憩部屋にいる。あ、本当、はい。じゃあ、林さんにもホスト、渡しておきます。僕でも誰でもいいです。はい。西村さん、レコーディングされてるから、ホスト渡さない方がいいと思うよ。あ、そうか。ごめん。はい、わかりました。やっぱそういうことなのね。割り。いいです、いいです。はい。わかりました。戻さなきゃいけないんだ。ごめん。レコーディングになってますね、今ね。はい。戻します。はい。割り。はい。はい、これで、はい、見えてるでしょうか。あら。OK ですか。はい。これを、スライドショーをしたらいいのかな、うん、はい。はい。今日はね、インタープリターのカリフォルニア滞在期ということで、お話しさせてもらいます。これはね、ミワウズをお尋ねして行ったところで、普通の人は入れないオフィス部分にですね、入れていただいて、レンジャーの皆さんと、まあ、歓談させてもらった。真ん中にいらっしゃるのがね、トトさんの上司だと思いますよ。スーパーバイザーのね、はい。美しい、方でね、はい。出会えて嬉しいなって感じなんですけど、はい。で、改めてね、まあ、今、紹介していただいたんですけれども、はい。京都生まれの56歳で、今、広島にいます。で、20代の時はね、YMCA っていうところで働いてました。ゆかこさんもアメリカにいらっしゃる時にね、フロストバレー YMCA の、スタッフされてたし、まあ僕もその後ね、フロストバレーが2回行きましたんで、いろいろご縁があります。うん、30代は、自営業になりまして、環境教育事務所からずっていうのを、京都で自営をしておりました。今もまあ一応看板は下ろさずにね、はい、ずっと続いています。で、40代からですね、大学教員業、まあ専任の教員業にね、転身しました。まず社会人大学院生になってですね、まあそこからまたご縁をいただいて、まず同志社大学で5年、でその後任期満了の後広島修道大学に移ってまいりました。2012年からですね。はい。なので、広島に来て、これで9年目にもなります。はい。で、ご縁いただきまして、2018年の、9月からですね、まあ実際には8月からもう渡米したんですが、カリフォルニア大学サンタクルーズ校というところの、客員研究員ということで、まあ派遣研究というね、まあ英語で言うとサバティカルなんて言ったりして、うんうん、まあ、研究休暇なんですけれども、1年間ね、うん、授業とか、大学の業務とかですね、解放されまして、1年間アメリカの方に行かせていただいたということであります。まあ、一応僕の専門領域は、まあ、メインは環境教育ということになってますが、まあ、20代の時からこの青少年教育とかですね、それから大学院生の時は政策科学とか、ソーシャルイノベーションというね、そういうところを、まあ、専門にしてきました。あ、この写真はね、サンタクルーズ、UC サンタクルーズのね、マクヘンリーライブラリーというね、図書館の前で撮った写真です。あ、今日、同じアロハシャツですね。今日僕の、ね、たまたま、ね。はい、同じの。本当だ。本当ですね、うん。はい。で、今日はね、大きく3つの、お話をしたいなと思ってます。まあ、1つはね、僕の言ったサンタクルーズってどんなとこかなっていう話。それから、大学ですね。UC サンタクルーズって、いろいろ面白いところなんで、これをご紹介したいと思います。あ、そうそう、今、このバックに写ってる写真がね、サンタクルーズの、
メインのビーチなんですけどね、ここ有名なのはね、あの右手にあの、遊園地みたいなの映ってると思いますけどね、もう1930年代ぐらいにオープンした古い遊園地でね、アメリカでも珍しいあの木製のジェットコースター、木であの全部組んであるジェットコースターが未だ現役で、あの使われてます。僕ももうあの最後あの思い出作りに乗ってきましたけど、非常にスリリングな、はい、面白いジェットコースターな、そういう遊園地があります。ボードウォークっていうんですね、ここね、はい、うんうん、それからアメリカ多いですよね、こういうところね、うんうん、そうそう、アメリカ多いよね、ボードウォークの遊園地って。そうです、あの、うん、結構あの遠いとこからもね、あのビジターのあるところですね、はい。それから、まあ、ヨセミテの話がもう出ましたけれども、ヨセミテの話をはじめ、州内に他の国立公園もありますし、それから州立公園ってたくさんあるんですね、実はね。なので、これいくつか、ご紹介したいなと思います。それから、動画もいくつか、撮ってきてるので、非常に短い1分ぐらいのやつをね、何本か、見てもらえたらなと思ってます。特にインタープリターがね、実演してるシーンですね。これを見ていただきたいと思ってます。それから、最後3つ目は、学校再現教育っていうね、ものを紹介したいと思います。これは馴染みの少ない方もね、あると思いますけど、まあ、ガーデンエデュケーションとかね、エディブルスクールヤードっていう名前で呼ばれたりしていて、これまあ実は僕の、連れ合いですね、西村和代っていうんですが、彼女は、エディブルスクールヤードジャパンの、共同代表をやったりしてましてね。で、エディブルスクールヤードの発祥がですね、カリフォルニア州のバークレーっていうところで、サンフランシスコの東隣というか、ベイブリッジを渡ったところが発祥なんですけれども、まあそこともいろいろ交流がありましてね、サンタクルーズからも何度もですね、まあ大体1時間半ぐらいの距離なんですけど、バークレーには何度も行ったりしてますので、まあその、話。それから、このガーデンエデュケーションは、この UC サンタクルーズの、ファームの中にもね、拠点がありますので、これも少しご紹介したいなと思っています。よろしいでしょうか。ゆかこさん、いいですか、この3つです。はい、うん、サンタクルーズを選ばれた、UC サンタクルーズを選ばれたのは、その、やっぱり、あれですか、寄せ見てに近いっていうことはもちろんのこと。はい、うん、はい、まあ、学校再現。そうですね。なんとなくね、うん、カリフォルニアに行きたいなっていうのはありました。それはまあ、出てきましたね、ここに。すいません、はい、先読みしちゃった。はい。まあ、行くんだったらね、カリフォルニアがいいなとは思っていました。それはまあ、ヨセミテの拠点でもありますので、せっかく1年というところで、まあ、馴染みのあるね、ところ、それから、いろいろバックアップしてもらえる友達がいたりっていうのも大きいので、カリフォルニアと漠然と思ってました。で、バークレーにやっぱり友人たち多いんで、UC バークレーっていうのも考えたんですけど、あんまり友達が多すぎるのも問題でですね、これね。1年間友達と遊んで終わりみたいな。遊んじゃう。なっちゃうかどうかって。まあ、程よいところでね、思ってました。そしたらね、さっきのエディブルスクールヤードジャパンのね、もう一人の代表が堀内ひろ子さんっていうんですけど、サンタクルーズいいんじゃないと。で、知り合いつなぎますよということで、紹介していただいたんですね。で、それがこの村本ジョージさん。まあ、ジョージ村本なんですが、まあ、彼は日本の出身で、1990年ぐらいかな、日本から、サンタクルーズに来られて、有機農業の研究者なんですね、彼はね。で、ストロベリーグロワーズフェイスアコンプリケーティッドフューチャーということで、まあ、ストロベリー、いちご農家ってここは非常に、いちごの生産で有名なところでもあるんですけど、多分全米でも一番、生産地ですね。で、いくつかのところはやっぱりオーガニックでチャレンジしてるんですよ。うん、オーガニックのいちごって多分日本では食べられないと思いますけどね。うんうんうん、で、彼は、土壌学、まあ、ソイルサイエンティストですね。土壌学の先生で、いわゆるケミカル、化学物質を使わないで、いちごを作ることの研究をもう長くずっとやってらっしゃって。で、去年からかな、カリフォルニア州のオーガニック農業のスーパーバイザーにも任命されたっていうね、そういう方なんですね。で、この人をつないでいただいて、で、さらに村本さんからホストの教授を紹介してもらってということで、2年前に、まあ、面談に行って、来てもいいよということで、
決まったということなんですね。はい、はい、でやっぱり近いね、サンタクロースでどこにあるのかなっていうことなんですね。うんうん、でこれはあれが見えるのかな、あのサンフランシスコ、うん、サンフランシスコですね。はい、ここは有名だし、それから南の方行くとこのロサンゼルスがあるんですけれども、うん、まあどちらかというとサンフランシスコに近い方です。で、だいたい車だと1時間少々って感じかな、1時間20分って感じで海岸沿いのドライブとか、それからこのサンノゼっていうね、シリコンバレーです、ここは経由して来ることもできます。それからあのヨセミテはここなんですね、ここにあるんですね。で近いように見えますけれども、だいたい多分250キロぐらいあるかな、サンタクルーズからのね、そういう距離です。もうちょっと大きくするとこんな感じですね。はい、はい、もう少しいろいろ説明すると、あとトトさんのいるあの、ミュアウズ、ミュアウズね、ミュアウズのミルバレーってこの辺の、はい、それからさっき名前の出たバークリーですね。バークリーはこのベイブリッジ挟んだ対岸にありますね。はい、それからここはシリコンバレーです。サンノゼっていうのはね、だからアップル、グーグル、アマゾン、フェイスブック、それからこのズーム、もう全部全部ここに全部入りです。ネットフリックスなんかもありますね。はい、なのであのここはね、一山あの峠を一つ越えるとシリコンバレーというそういう位置関係ですね。シリコンバレーの人から言うと、あの山一つ越えて海に出たらサンタクルーズ、ここに行ったら遊園地があってビーチがあるっていうそういう感じのところです。はい、いいですか。いいですよ。モントレーがね、下の方にありますね。あ、そうですそうです。今回海の、はい、海の方多いからね。はい、そうですそうです。あの今もうまさにそれを言ってくださいました。ここはモントレー湾っていうんですね。で、この湾の反対側っていうかな、南側がモントレーで、あの水族館があるのが有名ですね。はい、日本の、 あの水族館関係者もね、あの、まあ、必ずっていうかな、 お手本のようにする水族館のね、うん、そうですね、だと思います。はい、でね、面白いのはこの後あの、キャンパスの写真出すんですけど、うん、なんかあの西海岸にいると、海に向かったら向こうは日本だっていうふうに思うじゃないですか。うん、思う思う思うでしょ。でもね、うん、これ見てください、正面、こっからビーチの正面見たら、あ、そっか日本じゃないな日本じゃないんですよ、向きが違うんですよ、うん、ここだけね、南向きなんで、あの南、ビーチから正面見たらモントレーの半島が見えるんですね。なるほど。うん、それとあとあのサンセットもね、あの綺麗なんですけど、うん、あのこの辺り行くとね、モスランディングとか、このこっち行くとあの正面が西ですよね、うんうんうん、でもサンタクルーズだと正面が南になるんで、あの、海にはあの沈まないって感じですねそういう微妙な位置関係です。うんうん、はい、はい、でさらに大きくしました。僕の家はね、アパートここにありました。少し東外れっていうのかな、ここはサンタクルーズのダウンタウンなんですが、うんうん、ここに家がありました。ここから、うちから近いところもいろいろビーチがありましてね、うんうん、この辺り黄色いの、黄色いのビーチですか、黄色いっぽいの、黄色いのビーチ違う、はい、ビーチですね、これ、うんうん、はい、この辺も全部ビーチです。それからここはビーチのステートパークですね、ステートビーチって書いてあるね、うんうん、だからビーチまでだいたい車ですけど15分とかでね、いつも行ける感じだった。それから大学はここです。山の中というか丘の上になるんですけど、うん、はい、サンタクルーズのダウンタウンからだとまあ15分ぐらい、車で15分ぐらいで、この、キャンパスがあります、うんうん、はい、で、実はね、このキャンパスの裏側っていうのはもうあの州立公園なんですね、うん、ヘンリー・コーウェルっていう、レッドウッドの森の州立公園です、うん、で実はその森はキャンパスの中まで続いてましてね、なんとだから、うん、この UC サンタクルーズのキャンパスはレッドウッドの森の中にあるんですよ。これも後で、球場で一番背の高い木ですよね、はい、レッドウッド、そうですね、はいはい、そうなります、はいはい、でこれがキャンパスの写真です。いい感じ、
あの海も、ね、うん、海があって、この山が見えてるの、これモントレー半島ですね。これモントレー半島といってもなんだかすごいですね。そうそう、結構高い山があって、うん、まあ、この、あの半島の先頂あたりにモントレーの町があるって感じですね。はい、それから下に見えてるのがサンタクルーズ の、 あのダウンタウンです、うん、で丘の上にまず牧草地があって、そしてこ の、うん、あのレッドウッドの森の中にこの建物があるっていうね、そういうキャンパスです。それからこの辺り、どこなのかな、あ、この辺りか、この辺りあのファームがあったりですね、うん、大学農場ですね、はい、それから後で出てくるあのガーデンエデュケーションやってるライフラボっていうのもこの中に。はい、農学部もあるんですか、サンタクルーズは。実はね、私先読みばっかりしてるんですいません、ね、出てきました、ね、これね、面白い歴史があってね、この大学農場っていうのはね、僕のいた、あ、農学部はないんです、この大学ね。あ、そうなんだ、うん、社会科学部の環境学科の中に付属して農場があるんですね。うーん、でね、これこの話また長くなるけどね、うんうん、カリフォルニア大学システムの中で農学部が有名なのはね、デイビスなんですよ。うん、UC デイビスね。うん、で、この、サンタクルーズはだから、オーガニックファームというか、オーガニックの研究が盛んなんですね。で、要はね、オーガニック農業の研究っていうのは、うんうん、農学研究の中では異端なんですよ。なるほど。主流じゃないわけ。だから、うんうん、農薬の研究したりとか、化学肥料の研究をするっていうのが農学研究のある時期、うんうん、主流だったので、うん、ここは非常に異端でですね、うん、だからこそあのバッシングされずにずっと独自のオーガニックな研究を続けてこられたっていうね、そういう背景があるなと思います。非常にユニーク、うん、そうですね、うん、で、歴史は非常にまあカリフォルニアの大学システムの中では非常に浅くてね、65年創立です、うん、古いのはだから19世紀でしょ、 UC バークレー、うん、1800年代にできてるんで、うん、そこからいくと、10あるカリフォルニア大学システムのうち9番目にできた大学です、新しい大学ね、うんうん、で学生は1万8000人ぐらいいて、学部は5つ60学科あります。それから、キャンパスはね、今あの説明しますけど、もともとここはあの、農場だったところを買い取って大学になったんですけれども、うん、牧草地とリブートの森ですね、うんうん、はい、それからあともう一つユニークなのはね、カレッジというシステムなんですね、うんうんうん、でこれ多分東海岸の大学なんかはいくつかあるのかなと思いますけど、あの教室と学生寮が一体になったものですね。だから新入生はまずこのカレッジに入って共同生活とそれから勉強を始めて、うん、学年が上になってからあのメジャーを選んでいくっていうね、そういう感じですね、うんうん、はい、はい、で、これキャンパスです、もうレッドウッドですね、はい、レッドウッドの森の中で、はい、昼間でもね、もう隣の建物がもう見えないんで、うん、道に迷うんですよとにかく毎日ハイキングみたいなもんですね、それからもうとにかくマップを見ながら道を選んでいかないと迷うし、多分日が落ちてからとかだったらもう全然分かんない感じですね、で下の方牧草地になってて、今これ人が芝刈りかなんかしてるんだと思いますけど、うんうん、夕方とかだったら鹿の群れがこう出たりですね、うん、ですね、なるほど。あとそれから僕は会いませんでしたけど、マウンテンライオンに注意しろっていう、クーガーね、うん、そう、そういう看板があったりですね、それから大学のマスコットっていうじゃないですか、あの、はいはい、よくありますよね、フットボールの試合とかでさ、ね、うんうん、マスコットいるでしょ、ここの大学のマスコットはね、うん、なんとね、バナナスラッグって言って、うん、大きいナメクジすごい、そうですか、ナメクジが大学のマスコット、はい、面白いところです。もう普通じゃないですね、ここの大学はね、うん、普通じゃないねはい、まあ大学の話こんなんですけど、なんか、うんうん、ご質問あります、大学のこと。いや、キャンパス内はどうやって移動されてたんですか。うん、基本大学行くときは車で行って、うんうん、でキャンパスの中は歩きか、もしくはループのシャトルが、無料のシャトルがあるんです、うん、でもアップダウンすごいんで、うんうん、とにかくキャンパスの一番上までは
シャトル乗ったりですね、うんうん、で自転車通学、あの学生なんかほら自転車で行くじゃないですか、はい、そうするとね、なんていうの、バイクトレーラーっていうのがあってね、うん、上までね、そのトレーラーの荷台に自転車乗せてくれるんですよ。で、なるほど、で、学生たちはそのバンの中に乗ってね、うん、下りはもう別にそんな使わなくても降りてこれますから、とにかく息をね上まで上げてくれるっていう、そういうトランスポーテーションのサービスがあったりします、うん、なるほど、そうですね、まあ、結構急車ですもんね、そうそう、急車面ですよね、市バスっていうか公共バスも大学のキャンパスの中で乗り入れてるんで、うんうん、アメリカのバスあるあるなんですけど、公共バスもほらバイク乗せるところがついてたりするじゃないですか、うん、だからバスに前に自転車積んでね上まで行くっていう学生も結構いましたね、うん、実は川島さんのお嬢ちゃん、直さんの上のお嬢ちゃん1年間こう交換留学で来ててですね、そうでしたよね、で僕意外にも一回里帰りで遊びに来てくれたんだけど、うん、あ、彼女の話聞くと、もうとにかく自分の寮を出てね、教室まで行くのにハイキングみたいなことを30分ぐらいやんなくちゃいけないとか、ね、いろいろ健康的苦労話いろいろ聞きました。なるほど、いいんですかね、なんかチャットに何か入ってたりします、あ、そうか、チャット、あ、ちょっと待ってください、チャット、すいません、チャットも全然失礼いたしました、うん、バナナスラッグの T シャツ着てます、はいはいはい、染川さんから、はい、で有名ですもんね、バナナスラッグ、そうそう、染川さんね、大学来てくれて、はい、あ、そうかそうか、そう、バナナスラッグ、なるほど、あ、ひとしさんがいらっしゃる間に、そうそうそう、行かれてるんですね、はい、もう本当大きいんですよね、こんなそう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 、こんなんです、あれスラックにキスすると幸運が舞い降りるんだっけらしいですよ、はい、トットさんのミヤウッズでもバナナスラックがいて、キスをさせてもらいました、みんな、はい、はい、とりあえず質問はないかな、どんなかな、はい、あ、異端だとバッシングされないんですかねと北川さんがサンタクルーズUC サンタクルーズバッシングはされないんですかね、いやいや、もう変わった大学なんで、はい、多分されまくりだったと思いますよ、はい、なるほど、はい、はい、じゃあ次行きますね、はい、はいはい、じゃあカリフォルニアの国立公園とか州立公園をね紹介していきたいと思います。これはヨセミテのマリポサグローブですね、もう一つのさっきコーストレッドウッドですけど同じ仲間でね、これはジャイアントセコイアですね、コーストレッドウッドは背が一番、世界で一番背が高くなるんですね。で、ジャイアントセコイアは体積が一番でかい、ね、はい、地球上で一番体積が大きい生き物だと思います、ね、そうですね、はいはいはい、でサンタクルーズからヨセミテに行くのはねこういうルートでいつも行ってました、うん、はい、この辺り真ん中辺りってもうほんと真っ平らでね、うんうん、一大農業地帯ですね、はい、そういう中抜けながらですね、でこの辺になると山にだんだん入っていく、シェラネバダの中に入っていくというものになります、うんうん、で私はね夏の間というか、うーん、ヨセミテバレー有名なんですけど、うんうん、もう僕はもうヨセミテバレーもう飽きちゃったんで飽きちゃったのと夏はもうむちゃくちゃ暑いんで、うん、この上の方行くんですね、こっからもう公園の中で、うん、1時間ちょっとかかるんですが、トワロミメドウズっていう、うんうん、標高 2600m ぐらいのところでいつもキャンプをしています、うんうん、はい、あ、これがだいたいトワロミメドウズの写真ですね、はいはい、これキャンプ場周辺の森とそれから ランバートドームというこの山がね、岩山がここのシンボル的な山ですね、はい、これハーフドームとは違うんですね、違います、ランバートドーム、はい、またドーム型の、はい、ランバートドーム、うん、一枚岩ですね、でそうですね、ここは大体やっぱ氷河の作用で出来上がった地形なんでね、うん、このドームが残るんですよね、うん、丸い形で、うんうん、それから、うんうん、氷河が磨いていくような感じで、もう場所によってはこうツルツル、お墓の石みたいにツルツルになっているところがあったりしますね、うんうん、はい、でキャンプ場、多分アメリカでこうキャンプをされるっていうことはあんまり皆さんご経験ないかなと思うんですけど、僕はいつもこうキャンプで、うん、
テント張って寝るんですけど、うん、まあできるだけこう優雅にですね、テーブルクロス引いたりですね、それから、あ、テーブルクロスだ、本当だ、うん、キャンピングチェア持ってったりね、はいはい、真ん中焚き火、焚き火、そうそう、これファイアプレス、ね、はい、それからこれはね、ベアボックスって通称言うんですけど、熊、うん、が出るんで食料なんか全部ここに入れなさいになるんですね。そうですね、車の中とか、うん、テントの中に食料を置いとくと熊がそれを取りに来ますから、うんうん、熊が開けられないね、この、うん、鋼鉄製のボックスですね、これに入れろと、うんうん、入れないとね300ドルぐらいかな罰金、うん、そんなに、はい、高いんですね罰金ね。そうですね、キャンプ場のチェックインの時に必ず署名と宣誓ですね、宣誓され、そうそう、宣誓させられます、ね、はい、で、うんうん、違反すると大きな罰金ということになりますね、うん、実際ね、うん、キャンプサイトにいてクマが、うん、出たことって僕も3回か4回ぐらい経験してます、うん、本当そうなんだ、うんうん、だいぶこのベアボックスだったりその徹底したあの取り締まりというかで、うん、クマと人間と の, その、接触というか事故みたいなものはすごく減ったんですよね。そうですね、はい、うん、かなり厳しく言われますね、うん、それからレンジャーもやっぱり定期的に巡回してますから、はい、うんうん、不注意な感じのキャンプサイトはね、注意されてますね、うん、なるほど、うん、大丈夫ですか、ひとしさんは注意されないんですか。いやいや、何回か注意されてますよ、いろいろやらかしてます、やっぱり何回も言ってるとやらかしたんだね、はい、はい、じゃあ次いきますね、はい、これはね、さっき言ったマリポサグローブっていう、ジャイアントセコイアの森ですね、うん、もうねヨセミテの中でもこの群生してる、うん、このセコイア、ジャイアントセコイアの森ってね3箇所しかないんですね、うん、群生した場所ね、うんうん、でこれマリポサグローブって一番公園の南側ですから、さっきのトロイメドウズからはね2時間近くかかるんですけど、うんうん、まあ、この日は南から公園を出るという計画をして、最後出る前に立ち寄ってきたって感じですね、はい、うんうんうん、これレンジャープログラムやってますね、ここね、はい、あ、本当だ、左奥にレンジャーがいますね、うん、はい、ですね、はい、木の大きさがよくわかりますね。そうそう、木の大きさよくわかるでしょう、ね、はい、それからこのね、ここね3年間ねクローズして、この新しい木道、うん、それからこの新しいサイン、それから、かつてはね森のもう手前まで、うん、車が、車で行けたんですね、はい、で、うんうん、駐車場があったんですけど、それ全部クローズにしました。でもっと下の方に車を置いて、シャトルバスでだけ行けるっていうことにして、うん、そのシャトルバス乗り場のあたりに新しいビジターセンターを一つ作ったんですね、うん、これやるために、ね、3年ここはすごい閉じたんですね、うん、クローズしました。すごい、で一昨年かな、僕行った年から再オープンしたんですね、はい、なので、新品の本当ですね、新しい木道と、ね、うん、これをね、うん、真っ先に見に行けたということです、うんうん、はい、次いきますね、はい、はい、はい、これは有名なヨセミテバレーですね、はい、これは、エルキャピタンっていう、まあ、北米一かな大きな、うん、花崗岩の一枚岩ですね。あ、ひとしさん、一つ質問が前の、うん、はい、多分、ビジターセンターの話かなと思うんだけど、はい、こちらの施設の利用料はおいくらですか、施設ごとに取られますか、はいはい、ね、うん、国立公園の入園料がいります、うん、日本と違って、きちんとこう、なんていうのかな、もうエントランスが、そう、エントランスが、ヨセミテの場合4カ所かな、あって、はい、そこで必ず入場料を取られるんですけど、うん、今ね、35ドル、30ドル、30ドルだったかな、うん、車1台につきですよね、車1台について30ドルだったと思います、うん、はい、で1週間ぐらい、うん、で1週間、ね、いられますね、出入り自由ってことですね、はい、それから僕は1年間いたんで年間パスを買いました、うん、80ドルで全米の国立公園に入れる、うん、やつですね、でこれを買いました。なので他の国立公園行く時とかも
それが使えますから。まあ大体これ寄せ見ただけで僕1年間で6回行ったから、うん、もう元は、うん、3回ぐらい行ったらもう元が取れるんですね。本当だね。はい、ビジターセンターに入る利用料はないんですよね。うん、ないです。全部無料ですよね。はい、うん、中、はい、もう例えば入園料払ったら中は、うん、はい、個別には不要ですね。アメリカの国立公園、サインがとても綺麗ですねっていう感想も、うん、そうそう、はい、はい、デザインがすごくいいですね。そうなのね。はい、うん、で、これはあのヨセミテバレーはこういうあのもう1000メートルぐらいこうね、あの、うん、一枚岩が立ち上がってるんですね、どこもね。1000メートル、うん、でエルキャピタンで真ん中これハーフドームですね、うんうん、一番右はこれアワニーっていうホテルですね、19世紀にできた、うん、アメリカでも非常に、憧れのリゾートホテルですね、はい、ですね。このね、エルキャピタンはもう、うん、あのフリークライミングする人の聖地ですよね、うん、ですね、うん、で最近この何年かですごいここを舞台にした映画が2つ3つ出てるんじゃなかったかなと思います、うんうん、もう何にも道具使わないで完全フリーで挑むやつとか、うん、そんな人いるんですね。います、はい、またあのネットフリックスとかアマゾンプライムとか上がってたと思うんで何日かかけて、いやいや、だからね、もう完全フリーのやつはね、うん、あ、完全フリーのやつは途中止まってましたね。それから、うんうん、もう1日で上がるっていう人もいます、これ。1日というか数時間で。すごい、うん。もう信じられないですよ。もうスパイダーマンですよ。うん、時々あの写真に写すと点っていうか、もう写ってる時ありますよね、人がね、はい。そうです。これも双眼鏡をね、持っていくと、もうどこにいるかなと、うん。フィールドスコープですね。はい、うん、すごい、もう米粒よりちっちゃい、うん、アリンコよりちっちゃいですね、うんうん、このアワニーのホテルは、うん、あの国立公園の中で民間が営業してる、そうですね、はい、で、ね、国立公園の中で営業活動を行えるのは非常に、うん、あのもう一業者に限られているんで、うん、公園内のいくつかのホテル、それから物販、レストラン、うんうん、それから園内のツアーですね、これだから一社独占で、はい、20年間とか15年間とかの長期の契約をして委託するということをやってますね。はい、コンセッショナリーって言われてます、ね。まあ、この辺が日本の、ね、国立公園と随分仕組みの違うところですよね。はい、ロッククライミングは認めてられるんでしょう、認めてられますかっていう質問も入ってますね。はい、はい、フリーだけですね。いわゆる今もうピタンを打ち込んだりとかそういうのはもう一切禁止ですけど、傷つけない形でのクライミングが認められてますね、はい、事故が発生したときは誰が対応するんですか、おという質問も来ております。パークレンジャーにあのレスキューの人がいますね、はいはい、この間の、うん、日米セミナーでね、うん、梶谷さん、そうそうそう、ウェビナーでね、そうそう、あの日本人の、うん、もあ日本出身の、そう、寄せ見てにはそうそうそう、いらっしゃるんですね、うん、でなんか事故が発生したら出動するんだって言ってましたよね、うん、救急救命士だって、そうそうそう、救急救命士でね、はい、うん、いっぱい質問が来てますけどね、はい、うんうん、はい、もうちょっと先に進みつつ、はい、これも拾っときます、はいはい、まあ、ヨセミテでね、まあ、1週間ぐらいいるとこのハイキングを楽しむんですけど、まあ、トレイルメドウズっていうのはもうキャンプしてるところが 2600m なんで、とにかく日帰りで、3000m 級で一番高いところだと 3970m まで、うん、マウントデーナっていうピークは日帰りで行けます、うん、歩き始めが、うん、歩き始めがもう 3000m すごいのとこに車を置いて、うん、なるほど、そこからあの3970まで行けます、はい、うんうんうん、で、これは、このピークがあの、まあ、マウントホフマンというねピークですけど、ちょうどあのヨセミテ国立公園のちょうど中心ですね、真ん中にあってですね、はい、北半分の景色がうん、ここに登ると見えるっていう感じですね。北半分っていうのはほとんどほぼパーフェクトなウィルダネスで、うんうんうん、ウィルダネスっていうのは、人跡未踏っていうか、まあ、野生エリアですね。道もない。日本語だとなんだっけ、原生自然とか、原生自然ですね、うんうん、はい、全く人が入ったこと、入ってない、はい、人工物がない、はい、うん、道路もない、うん、トレイルはありますけどね、あの、うんうん、いわゆるあの舗装した道路とかホテルとか、はい、トイレとか、うん、一切ないですね、北半分、はい、ね、うん、
法律でね、制定されてるとか、決めるの、ね、はい、指定されている場所で、とても、うん、あの固く、ま、保護されている場所ですね。ですね、はい、はい。じゃあ先進みます。はい。はい、レンジャープログラムね、あの、馴染みのある方もいらっしゃるんですけど、このキャンプファイヤーのプログラムに参加された方ってあんまり経験ないんじゃないかなと思います。と、うん、いうのは、うんうん、キャンプ場に泊まってないと、このプログラム多分ほとんど、多分あんまり体験することがないんですね。で、これトロイメドウズは夏の間毎晩これやってます。で、レンジャーが一人で担当して、ゲスト来る前から火を起こして、世間話しながら待ってですね。で、夜の8時スタートで、まあまだ8時ちょっと明るいうちからスタートするんですけど、だん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 暗くなっていって、で、というそういうプログラムです。で、大体一晩前、テーマがあってね、この時はね、確かね、キツツキのプログラム、あのことを話す夜だったんですけど、うん、まあ、バイオロジストのレンジャーですね、彼はね。で、キツツキの調査をして、その話をね、ずいぶん、してたなと思います。それから、翌日は、あの、子供たち向けのね、あの、鳥を見るプログラムやってたんで、うん、なんとか非常に、だからね、このキャンプ場で泊まってると、レンジャーとの距離がすごく近いんですよね。うんうん、直接こうやってあの世間話もできるし、うん、翌日彼のプログラムがあったりとかいうので、すごくあのなんかキャンプ場に泊まってるとこファミリーみたいな、うんうん、そういう感じになりますね、うんうん、このキャンプファイヤーのプログラムっていうのはとても人気がありますよね。そうですね、まあ、歴史的で伝統的なものでもあるし、そうですね、うんうん、なんかやっぱり一つの火を囲んでね、アメリカってやっぱり多民族国家なんで、もともとルーツの違う人たちがやってきて、ここで一つの火を囲んで、うん、国のなんてアイデンティティみたいなものをね、一緒に共有していくみたいなね、うん、そういう感じがありますね。で、その真ん中にこのパークレンジャーがいるっていうね。うん。うん、で、これはもう本当、狙い通り当てたなっていう、そういう感じ。ね、そうね、はい。うん。これはあの、スティーブン・マザーっていうね、初代の国立公園局の長官がね、はい、やはりこういう制度を、考え出したわけですけど、そうですね、うん、はい、はい、ちょっと先を急ぎます。はい、はい、ミアウズね、今日はあのトドさんに紹介してもらいました。はい、ミアウズはこんな感じです。はい、うん、トドさんがいますね、ここに、ね、トドさんがちょっとプログラムやってて、うん、これ僕あのちょっと実はこれ動画があるんで、うん、1分ぐらいトドさんがやってるのを皆さんにお見せしたいなと思っています。はい、あ、そうか。すごいこの雨のこの濡れた感じがとっても素敵ですね。この日小雨だったんですよね。だからすごい綺麗でね。うんうん、雨の日の森を本当生き生きと、そうそうそう、美しいですね。はい、これ一回共有停止しないといけないな。すいません。はい。ビデオ入れ替え、あ、ビデオ入れ替え、こっちだ。5年前に宮内に行ったっていう方もいらっしゃいますね。うん、はい。ちょっとじゃあおしゃべり、国立公園のレンジャーになるための資格などはあるのでしょうか、トットさん、なんつって、今、西村さんが画像が出れば、トットさん。早くですが、あ、はい。アメリカ国籍を取る必要があります。国家公務員なので、そうですね。なんていうかな、日本国民のままではレンジャーにはなれないというふうに聞いています。うん、はい、トットさんはね、そういうことですもんね。はい、日本国民国籍をアメリカ国籍に変えたということでレンジャーさんになれている。ごめんなさい。はいはい。うまくポイント出なかったんで、あ、はい、こんな感じで出してきます。はい、はい、あ、はい、あ、なるほど、動いてる動いてる。動いてるね。はい。皆さんのところの、はい、すいませんね。これなんで切り替わなかったかな。はい。うん、よいしょ、はい、まあこんなことにしておきます、すいません。はい、はい、うんうん、動いてます動いてます動いてますね、喋ってます、はい、はい、はいはい、すいませんでした。はい、そして、もう一回画面共有に戻しまして、はい、全部戻っちゃったよね、はい国立公園の実習生にはなれますよと、河合佳代子さん。あ、そうですね。河合佳代子さん、寄せ見てて ね、はい。はい。私も実習生になっていることがありますので、うん、ですよね、はい、はい。大丈夫ですか、アメリカ国籍なくてもできます。はい、実習生で。トッドさんがボランティアも募集してるよって。あ、そうです、そうです。ありがとうございます。
ボランティアも随時募集していて、あの国籍全く問わずですね。はい。はい。これ共有できてます？はい、できてます。地図ですか？地図、はい。うん、地図大丈夫です。はい。スライドショーにならなかったな。はい。はい、すみません。はい。州立公園ね、ナチュラルブリッジステートビーチっていうね、この、もうサンタクルーズの市内から、すぐのところにあるね、ここをちょっと紹介します。こうしないといけないな。はい。これ、蝶々わかりますか？見えてる？はい、見えてます。はい。これモナークバタフライって言って、うん、日本語で言うと何て言うんでしたっけ、オーガバマダラ。オーガバマ、オーガバマダラ。マダラ。はいですね。はい、これがね、上陸する地点なんですね、ここね。そして、左下に、モナークミグレーションってあると思いますけど、こっから、上陸したこの蝶々がですね、3世代かかって、ロッキーまで行くと、これ。ロッキー山脈。内陸の。で、うんうんうん、今度帰りはね、1世代、ジェネレーション1、2、3で行って、4世代目で戻ってくるって書いてあるね、この展示はね。面白いね。そういう渡りをする蝶々で有名で、うん、僕行ったこれ11月だったかな、ちょうど上陸してきたところで、本当にこう、森の中にね、こいつがもう何十万羽って集まって、何十万羽、何万羽、何万羽ぐらい。それをまた、集まっては塵、集まっては塵っていうのをずっと繰り返してましたですね。うん、世代にわたって渡るっていうのが不思議なんですよね。そうそうそう、不思議ですね。それから、要はね、このヨセミテの上渡っていくんですよね、これ。シエラネバダ山脈。だから3000メートル、4000メートルを超えて、向こうに行くっていうね。で、ヨセミテでもこの、モナークバタフライ見ましたから、は、もしかしたら、このサンタクルーズで会った個体がね、来てるんじゃないかなっていうね、うん、そんな風に思ったりしますね。うん。はい。はい、これで。ね、よいしょ。はい、ごめんなさい。はい。はい、ピナクルーズナショナルパークがここにありましてね、はい、モントレーの内陸部分なんです。うんうん、ここ、ほとんど多分行かれたことないと思うんですけど、比較的新しい国立公園で、もともとナショナルモニュメントだったところが、ナショナルパークに昇格した、うんうんうん、割と新しいところです。で、これ岩石碑っていうのかな、岩石と洞窟が、有名なところで、それからサンフランシスコとか、都市部からもアプローチしやすいということでね、まあ結構、うん人気のある、結構僕らの地元の人たちもね、ピナクルズ行ったっていうのを聞かれたりしてですね、はい。手軽に行けるところでした。まあ、行けたのは1回だけなんですけど、まあ、もしこのエリアに行かれるんだったら、ぜひ行かれたらどうかなと思います。それから、ここはね、コンドルのね、保護活動をやっててね、僕は実物は見られなかったんですけど、運の良かった人はね、ここでコンドルが見られたそうですよ。ああそうですか、うんうん。私も見たことないな、はい、コンドルは。うん。希少ですね。ねはい。それから、今度はね、自然公園というより、ちょっと文化歴史に寄ったところなんですけど、はい、ハーストキャッスルステートパークっていうのがあるね、うん。キャッスルっていうのはお城なんですよ。うんうん。アメリカにお城ってちょっと聞いたことないでしょ。うん。はい。で、何かというとね、これね、1920年代、30年代ぐらいに、アメリカで大金持ち、新聞王っていう、呼ばれたハーストっていう人がいるんですね。はいはい。全米の各都市で、新聞が発行されてるわけですけど、そういうこう、株を全部持ってたっていうような人ですね。彼がもう財力に物を言わせて、世界中からこう、文物を、集めてですね、うん、それから専属の建築家を雇って、十何年以上かけて作った大邸宅なんですね。それから建物だけじゃなくて、もう牧場と、それから動物園、うん、ライオンとかシマウマとかも飼ってたっていう、すごいところなんですね。で、こういうの作ったら、あと遺族が大変で、もう管理しきれないから、カリフォルニア州に寄贈して、ステートパークになってるんですね。うんうんで、これも、ここは州立公園なんでインタープリターがいましてね、インタープリテーションのプログラムをね、やってました。
まあ、1時間中立なんですね、うん、中立なんです、はいはい、まあとにかく贅沢なね、うん、アストキャッスルに行った方がいますね、シガソウシさん。います、うん、います、います、はい、うん、ちょうどね、サンフランシスコエリアとロサンゼルスのエリアの中間あたりになるんですね、これね、うんうん、だからちょっと覚悟が行くのに覚悟がいるっていう感じ。そうだね、ちょっと遠いよね。そうそう、うん、はい、はい、これもごめんなさい、動画があったんですけど、はい、うんうん、で、最後ですね、最後かな、これナショナルパークですね、チャネルアイランドナショナルパークというところに行きました、はい、チャネルアイランドはこのロスに近いんですけど、この太平洋上に浮かぶ島々がチャネル諸島なんですね。で、ここは全部ナショナルパークになっています。で、対岸がですね、ここベンチュラっていう町で、ベンチュラで有名なのは僕のこの着てるパタゴニアですね、パタゴニアの本社があるところがベンチュラです、うんうん、で、パタゴニア訪ねようっていうのでサンタクルーズがずっとドライブ旅行をしてですね、で途中ハーストキャッスル寄って、うん、ベンチュラ泊まってパタゴニア訪問して翌日ですね、このチャネルアイランドに行く、うん、クルーズに参加をしました。うん、はい、うんうん、まあ、ビジターセンターはね、島の方にあるんじゃなくてね、本土側にあるんですね、はい、うんうん、で本土側にこのビジターセンター、それからまあ展示やフィルム、それからショップなんかもあってですね、で同じエリアのこの船着き場からですね、これもまあ民間のサービスですけど、これも一社独占だと思います、確かね、うんうん、許されたところがツアーを行ってます、うん、だから上陸するツアーとオーバーナイトのツアーもね、確かあったんじゃなかったかなと思いますけど、キャンプ場ですね、うんうんうん、それから、僕言ったのは、まあ、上陸はせずにこの島の周辺を回って、いわゆる、まあ、アザラシの類、うん、シーライオン、ね、海獣ですね、シーライオン、はい、シーブス、うん、それからイルカがいます、ドルフィンがたくさんいますね、うんうんうん、それからペリカンとか海鳥の類ですね、うん、これがこのツアー料金はまた別なんですか。別ですね、はい、別なんですね、売れたらな、うんうん、50ドルぐらいしたかなと思いますけど、うんうん、はい、それからここはね、面白いね、先住民の人も住んでたんですよね、この島々にね、へ、うん、あと一番南のにある島は先住民の最後に残った一人っていうのが女性だったんですよね、うん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 、その人の話とかですね、この19世紀に最後一人残った人、うんうんうん、なんか、ビジターセンターで展示があったり ね、うんうん、ね、歴史と自然と、まあ、両方そうですね、の展示ですよね、はい、そうですね、国立公園局は自然だけではなくて、うん、歴史文化も、うん、資源を保護しているところで、そうそう、日本とそこがちょっと違うんですけどね、うんうん、はい、ですね、はい、はい、これもごめんなさい、ちょっと飛ばします、はい、でもう最後10分ぐらいですね、はい、そうですね、ガーデンエデュケーションの話します、はい、うん、はい、これはね、UC サンタクルーズの農場の中にライフラボっていう NPO があるんですね。でこれは基本的には大学と独立して活動している、いわゆる法人ですね、うん、まあでただ大学の中にあるということで、まあ、いろいろ大学との協力連携関係があって、学生たちのインターンシップやそれから実習の授業を受け入れたり、それからライフラボのスタッフが大学の非常勤講師として授業を担当したりというようなことで、非常にまあ連携した活動を、ね、行っています。でガーデンエデュケーションというのは初めて聞かれた方も多いと思いますけども、基本的にはね、この中に、中にというか菜園を作って、そこでは野菜や果樹やお花を栽培をし、でそこでの子どもたちの体験学習ですね、これをやるということですね、うん、だから、これは今スタッフというかインターンの学生だと思いますけども、取ってきたいろいろ収穫物をですね、簡単な調理をして試食をしたりとかね、うん、そういうことをやっているところですね、うん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 、
これな、な、今のは何だったんだろうね。何だったかな、ごめんなさい。何だったんだろうね。何だったんだろうね、すいません。ちょっと。はい、いえいえ。はい。で、まあ、ガーデンがクラスルームになるっていうね、そういう考え方です。うん、で、単にこの植物の勉強をするってことだけじゃなくて、もうあらゆる科目をここでやりましょうっていうのが、やはり、このガーデンエデュケーションの特徴だと思いますね。だから数学もここでやるとね、うん、ここで、取り扱われる、まあ、例えば微生物の数だとか、土地の面積の話だとかいうこと、うん、それからもちろん理科も関連するし、それから、植物のいろいろ由来なんかは、例えば世界史とか世界地理と関係ありますよね。うん、トマトってどうやってアメリカに入ってきたのかなとか、うんうん、トウモロコシの原産地はやっぱり中南米だよねとかね、それからヨーロッパやそれから中央アジアからこんなものが入ってきてるよとかね、いろいろそういう歴史や地理に関する勉強もここでやったりですね、それから、うんうん、特にやっぱりアメリカ今力入れてるのはやっぱサイエンスですね、科学教育ですよね。でもちろんこの中には生物学やまあ、バイオロジーというか生物学なんかももちろんあるし、うんうん、生態学みたいな、ね、生態学です ね、 ね、うん、だから、うん、学校で取り扱うサイエンスのカリキュラムとそれからこのガーデンでの、うん、学びっていうものを、まあ、整合させていくというか、あるいはどんなふうに融合させてやっていくかの教員向けのワークショップをやったりとかね、うん、NGSS っていってましたね、ニュー、うん、ジェネレーションフォーサイエンスエデュケーションじゃないか、最後は E だから、うんうん、システムかな、エデュケーションシステム、うんうん、まあ、次世代科学教育カリキュラム、うん、アメリカの次世代科学教育プログラム、うんうんうん、そういうものとこう連携した研究と教員向けのワークショップなんかをやってますね、うん、はい、はい、これスタッフが右はこれあれです、ビーハイブ、蜂箱、うんうん、養蜂箱っていうの、うん、はい、それとごめんなさい、ちょっと写真が離れてますけど、扉のところにはこの蜂の生態のね、うん、これガラス、そうそう、ガラス越しですね、うん、はい、うんうん、でやっぱり受粉のこととかってすごく大事ですよね、うんうん、もちろんファームの運営するのにやっぱり受粉ってものすごく大事な行為なんで、そのことを子どもたちにどう伝えるかですね、うん、どんな働きしてるんだろうなということをちゃんとこう可視化して伝えるのに重要なツールだと思いますね、うん、それから、真ん中これ気温計とそれから湿度ですね、うん、それからこれあれかな、ごめんなさい、この外側にあったかな、雨量計ですね、うん、あ、ここだな、うんうん、雨量計これですね、はい、百葉箱ですね、はい、だからこういうものも子どもたちがちゃんと記録をつけるっていうことを体験したりとかね、いうことでやはりこういう地道なリサーチのことを子どもたちが実際に体験して、そこからまた問いを立てて考えるようなね、うん、まあ、そういうことをやってますよね、うんうん、としさん、子どもたちって今おっしゃってるのは学校の子どもたち、うん、それとも何か、はい、これはね、ここにはスクールトリップが来ますね、だから地元の小中学校から、うんうん、子どもたちがやってきます、それから今これ女の子たち3人います、この子たちハイスクールの子どもたちですけど、こういう世代になるともうなんていうかな、自分たちでここでのプロジェクトをやったりですねしていますね。なるほど。フードフォワットっていうね、別の NPO がもう一つ、うん、新しく生まれて、うん、このティーンエイジャーたちのまあ、うん、食環境の改善と、それからリーダーシップの育成と、うんうん、キャリア教育の始めみたいなところかな、うん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 、まあ、要は生き方、学び方をここで、うん、ティーンの子どもたちがしっかり身につけるっていうね、うん、そういうプロジェクトやってますね、うんうんうん、割とそのアメリカだとサイエンスのところにリーダーシップとか、うん、はい、の考え方、それを育てようっていうのが必ず入ってくるんですよね、うん、はいはい、ね、うん、大事だと思います、うんうん、だからやっぱりこのガーデンでもっていっぱいいろんなことが学べるんで、うん、そういうやっぱりまあ、我々ネイチャーインタープリターは外での自然を使ってやることが多いと思うんですけど、このまあ人為的に作られたガーデンっていう環境の中で、まあ、むしろそこは作り込むこともできるんで、環境をね、うんうん、自分たちでその環境を作り込む、あ、ここはリンゴの木植えたらリンゴのこういう、うん、
リンゴジュース絞る体験ができるよねとかね、いろいろこうアクティビティのことソフトのことも考えながらガーデンを作り込んで、うん、教育ガーデンにしていくっていうことをね、うんうん、まあ、非常にあのヒントをもらったかなと思ってますね。はい、としさん、だんだん時間が少なくなってきておりますが、はい、はい、まあこんな感じでいろいろ体験、はい、食育ももちろん入ってきて、そうですね、はい、食べる方とか栄養教育も入りますね、はいはい、うん、でこれはバークレーの方のマルティン・ルーサー・キング中学校というところで、ここはエディブル・スクレアード の, 発祥した中学校ですね、まあ、ここも非常に盛んに活動をやっていて、うん、僕らも交流させてもらって、真ん中うちの奥さんですけども、ここで味噌作り、うん、お味噌作りを子どもたちでやるワークショップを指導してですね、でお味噌 の, メンテナンスに行ったところの写真ですからね、ハイスクールですね、ミドルスクールです、中学校です、はい、はい、なくなってきた時間がね、はい、本当そうね、すいません、うん、で、これ僕がリサーチしていたアラン・チャドウィックっていうね人物について論文にまとめてます。これはまだ僕の研究室のホームページから読めますんで、この人は僕とっても素敵なインタープリターだなと思っていて、この人のことちょっと一生懸命リサーチして日本語で論文書きましたから、うんうん、いただけたらと思います。はい、はい、はい、まあ、この人は非常にあと影響を与えてですね、うん、ファーマーズマーケットとかワインスペシャリストとか、すごい、うん、いっぱい影響は、広がりがすごいですね、そうそう、うん、いろんなところにこの人は影響を与えて、うん、今のカリフォルニアの脳と食の事情があるっていう人ですね、本当だね、うん、うん、はい、うん、はい、ということで、ご清聴ありがとうございました、はい、ありがとう、今日の参加者の中も染川さんや川島さんや、はい、三輪さんが来ていただきましたので、最後、うんうん、この写真で終わりたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いくつか質問もありますか。リンゴは無農薬で育ててるんでしょうかとか、そうですね、言うと里山みたいな感じでしょうかね。エディブルスクリアードの感じね。はい、ということでしたが、またひとしさんずっと夜まで、はい、夜まで、はい、でいます。はい、飲みの席にもいらっしゃると思いますので。たくさん皆さん質問あると思うんですけれども、ぜひ後で、捕まえて、ひとしさん捕まえて喋ってみてください。1年間ね、すごい、多分すごい、めちゃくちゃいろんな経験をされたと思いますので、はい、またお話を伺いたいと思います。はい、はい、ということで、すいません、最後バタバタっと来てしまいましたが、このお時間はこれで終了にしたいと思います。マスヤンに返してしまっていいでしょうかね。はい、声だけちょっと参加してます。はい、はい、じゃあこれで、ありがとうございました。西村さんのお話聞いてると本当に実際に行きたくなるななんて思いながらですねさせていただきました。事務的なご案内なんですが、写真を今送っていただいているのを必死に今加工等をしているところです。で写真受け取りましたら必ず返信を確認の意味でしていますので、もし自分に返信が来てないという方いらっしゃったらですね、ご連絡をいただけたらと思ってます。